久保さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。ちょっと、第46話3番作ったんですけど、なんか駆け足的なところになっちゃって。だけど、ちょっと言いたいことはちゃんと言えたような気がしないでもないんですが、ともかく3話目、3、3つ目 ?3 部作の3つ目、できましたので、じゃあ行ってみます。はい、ということで、影響を受けるですね。影響を受けるっていうところ、1番と2番考える、感じる、やってきたんですけど、影響を受けるっていうところ、第3話、まあ3番、3番目でやっていこうかなと思います。すごいちょっとキャッチーのね、洗脳対立、葛藤、それ燃やし男ですっていうね、なんか、キャッチーな言葉つけていったんですけど、中身は別にそんな そんなこと全然ないんですけど、なんか急につけたくなってしまいました。はい、ということで、影響を受けるという話ですね。影響を受ける時間の経過と行動範囲の拡大に応じて無数に出現する他者、他我の選びそうな自我の虚像を探し続けさまようことと。まあ難しい漢字がいっぱい並んでるなと 思うんですけど、まあ自分自我の虚像を探し続けてさまようと、もうさまよい続ける人生が影響を受けるなのかみたいな。まあ、この一番ですね、影響を受ければ受けるほど自我は他者に乗っ取られるというところなんですけど、まあ、本当にこれがね、自分のちょっと人生にすごくリンクしているので、どうしてもここは一つの動画に切り取って話さなきゃ、もしかしたら長くなるんじゃないかなと思って別動画に切り出したんですけど、この他人の顔色ばかりを伺って自分を押し殺してませんかっていうね、まあ、とこはまさに自分のところだったので、こういう生き方をもう、20、まあ学生時代、まあ学生時代じゃないでしょうね、もうこっから、これはもう小学校の頃から、よう言うたら幼稚園の頃かもしれないですね。まあ、やってきたのね、もう10年も20年も長い、ベテランの域になって、言ってるところで、まあこのテーマはどうしてもこう外せないなと自分の中であって、まあ、社会や組織に属してるってある程度仕方がないとは思うんですよね、これはもう。ただその、このいかにその自分の気持ちと、まあ、他人の言ってる言葉、こととの折り合いをうまくつけれるかどうかっていうのは、本当にこの人間社会、まあ何て言うんですかね、この世界で生きていくには大事なのかなっていうのが、まあ、だいぶ分かってきて、いや、この他人、自分の気持ちを押し殺して他人の言葉ばっかりにこう、その付き合っていくと、どうしてもそういう人ばっかりが寄ってくるんですよね、どうしても。あいつは何でも言うこと聞くから的な。で、あんまりいい方向に行かないんですよね、どうしても。まあ、その時にね、ちょうどいい友達とかがいて、守ってくれたりしたらすごくいいんですけど、そうじゃなかった場合っていうのは、やっぱ悲惨な学生時代だったり、社会人もそうなのかもしれないですけどね、まあ、そういうような状態になっていくような気がしていて、だからこそ、その、何度も何度も自問自答して自分を引っ張り出すっていう作業が必要なんじゃないかと思うし、自分はこれをひたすらやり続けたんですよね。まあ自分の話になるんですけどね、これは。本当にここは主張すべきか、ここは妥協すべきかっていうところの状況判断の特訓。状況判断の特訓ですね。これをもうひたすらそのモデルケースを何度も何度も繰り返す。これを何度も何度もしてきたような気がしますね、本当に。主張すべき。まあ、要は妥協しか知らない人生だったところに、主張すべきところ、まあ、主張するということが今までこの選択肢がなかった、妥協しまくる人生だったところに、主張という選択肢のカードを持つことを知って、じゃあどうすればよかったのかみたいな。を何度も何度もそのモデル、自分の今までの過去の経験の時に、まあ、いつも選択肢はもう妥協すべき一点張りだったのが、主張するっていう方法もあると。じゃあどういうふうに主張すればよかったのかっていうのも、それは何度もこうノートに書き出してやったような気がして、他人の言葉を聞いて、これは、なんだろう、その人を
の行動を見て、こう、言ってるのかとか、普通の人ならこういうことは言わないよね、みたいなね、いうところをこう、理解しながら、裏の言葉に込められたその裏の真意っていうのを読み取りながらこうやっていくっていうのをやって、なんとなくこの自分の主張をできるようになった、主張というか意見ですよね、これはどっちか。っていうところをこうやっぱり特訓していくことによって少しずつなんかうまくなってきたなっていうところがあって、まあ、もしね、これがね、学生時代とか、そのできればね、自分にいい影響を与えてくれる人が味方にいれば、まあいいんですけどね、なかなかそういう人が、で、もしいたとしても、いても結局その環境ごとにやっぱ変わっていくので、クラス替えとかしたらやっぱ変わっちゃうんで、結局自分がやっぱり自分自身で戦っていかなきゃいけないっていうところがあって、やっぱここっていう、この状況判断特訓、本当にすごくこの、なんというかですね、自分の気持ちと他人の言葉の折り合いですよね。この他人の顔色ばかり伺って自分を押し殺してきた人生の人がね、いたら、これなんかすごくよくわかる。もう乗っ取られてる状態なんですね。乗っ取られてる状態で、まあ、自分はほぼいないので、その場所場所によって、環境環境によってね、自分をうまくなんとかかんとかやり過ごしてた気がするんですけど、それは実際はやり過ごせてなくて、まあ、どん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 その負のパワーが溜まっていってるっていうところを、だからどっかで変えなきゃいけないっていうところは、まああったりもするんですけどね。まあそんなことをふと思ったので、この一番ですね。まあどうしても、なんか気持ちが乗っちゃうところなんですけど。で、この空気が読まないことで望まない自分を演じることになるっていうことで、これも一番に結構近くて、他人の空気を読みすぎてしまう人というところにどうしてもつなげてしまうんですけど、自分が。まあ、今までその他人のことばっかり気にしてたので、そしたらやっぱ他人の空気を読むことに長けるというか、そのスペシャリストになっちゃうからこそ、まあ、あまりに敏感に感じてしまう。だから疲れてしまうと。で、結果、まあ、その反動で身近な人には強く当たってしまうと。だからすごくいつもね、人には優しく、誰にでも優しく接してるんだけど、まあちょっとね、裏の顔を剥げばね、まあひどいと、ね、いうところ。まあそれは徐々にいずれ気づかれるところにはなるんですけどね。だからこの空気を読む能力は抜群に、まああるからこそというか、そういう能力で生きてきたから、その能力がないと、まあ生きてこれなかったっていうところもあったので、この能力に特化したっていう。ただやっぱりその人っていうのが、その振る舞い方っていうのを覚えると、やっぱすごく豊かな人になれるんじゃないかなと思っていて、まあ空気を読んで、まあどういう行動をすべきかっていうのを今度判断して選択できるようになる。今まではその他人の顔色を見てね、こうすべきだ、こうしたがいいっていうところを、自分をこう押し殺してやっていたところを、ああ、いやいや、うまくね、そこをやっていく。まあ、妥協するだけなく自分の主張をしながらこうコントロールしていく、場をコントロールしていくっていうのをこうできるようになると、まあすごくね、レベル高い話かもしれないんですけど、まあ目指せる人なのかなと思ったりして、やっぱ空気を読めなければどうしようもないんで、まあというところもなんかふと、たらたらとここはどうしても、もう完全に自分の話になるんですけど、少しどうしてもこの影響を受けやすい人、気質のある自分に関しては、もうここはどうしてもなんか話したくなってしまうなというところがあって、まあ自我だけで存在が困難になり、一部他我も取り込むことが大事というところで、今度、まあ情報発信の話にちょっと話が移っていくんですけど、まあ視聴者ファーストに、まあどうしてもなってしまうんです。なってしまうとか、YouTube の話にこれもなるんですけど、情報発信する場合どうしても視聴者ファースト、まあ自分が自分がって出てもどうしようもないんで、見る人は視聴者なので、まあ視聴者のためのものを、まあ作っていくと。だからまあ情報発信っていうと、まずは視聴者ファースト。まあ今日のこの動画に関しては全然視聴者ファーストでも何でもないんですけど、ともかくじゃあ視聴者ファーストのチャンネルを作ってみようと、まあこれ YouTube の完全な話なんですけどね。まあ視聴者ファーストのチャンネルを作ってみようと。すると意外と自分で客観的に見れたりするんですよね、本当に。で、アンチコメントも来た時になるほどね、なんて思ったりもしたり、そのほとんどの発信者
っていうのはその人のアンチコメントがないっていうところになるんですけど、まあ、これちょっとやってない人はあまり理解がしにくいのかなと思うんですよね。一体自分で客観的に見れたりとか、アンチコメントもなるほどねなんて感じれるなんて、まあ、そんなことないよねって思ったりもするし、まあね、そんなことないのかなって思ったりもするんですけど、もうちょっとだから一つ例を出そうかなと思ってて、まあ、Yahoo ニュースの例、これはチャンネルじゃなくて Yahoo ニュースの例をちょっと持ってきたんですけど、まあ、さっきちょっと探してきたんですけど、そのガーシーがね、まあ、この話題のガーシーさんですよね、議員になったガーシーさん、まあいろんなところでニュース出てくるわけで、これはどちらかというとプラスのニュースじゃなくて、まあ、マイナスのニュースだと思うんですけど、まあ、このニュースの、まあ、ガーシーのね、ガーシーがなんかこう言ってるわけじゃないですか、結局何か言ってるわけじゃないですか。で、それに関してちょっとコメントを見てみたんですね、コメント。まあ、253件ついてて、で、まあ、コメントに対してもまあ、あんまり、まあ、これアンチって言うか言うのかよくわかんないんですけど、まあ、ちょっとヒント共有がないしますかね、この人は、っていうところで、まあ、ちょっと、こう、やまりオブラートに包んだ 感じのコメントなんですけど、ただ、このニュースの書き手に対してね、これ批判ではないわけですよね。あくまでこのニュースに対しての批判、まあ、批判っていう言い方はちょっとこれ、例があんまり良くないんですけど、ただこの記事を書いた人への批判っていうのはすごく少数なんですよね。だから基本そのニュース記事なんて、まあ、普通の人はあんまり書かないとは思うんですけど、だこれを YouTube チャンネルに合わせていくと、まあ、ニュースのこのチャンネルを例えば作って読み上げたりするじゃないですか。そういう時って、結局その、ニュースキャスターみたいなもんなんで、YouTube としてですね、自分が喋るとしたら、ニュースキャスターに対して、こう、なかなかこう、アンチって来ないんですよね。そのニュースに対してはいろいろ言うんですけど、あいつがダメだみたいなね、こいつがダメだみたいな、いうところが起きるんで、まあこれっていうのはその文字媒体、つまり、記事のことで同じことが、まあ起きていたらですね、まあこういうことが起きてるってことは、もう当然動画媒体に行っても全く同じ現象が、起きるんですね。だからこの、ニュースチャンネルを作って自分で読み上げて、まあ、作ったりすると、まあ、自分に対しての、読み上げてる人に対しての批判っていうのは本当少ないと思うんですよ。まあ、時々ね、お前の声が悪いとか、なんか、そうだな、ちょっと読み手によ読んでるリズムが悪いとか、もうちょっとハキハキ言えないんですかって言う人は時々いるんですけど、なかなかそこの中の人って、要はニュースキャスターに対してこう、文句を言う人は少なくって、その記事に対してしか大体言わないんですよね。そういうことをなんかやっていくうちに知ると、あ、これは面白いなっていうところになってくるんですよね。なるほどな、みたいな。読んでる人って意識されないんだ、みたいな。読んでるのは自分なんだけどな、みたいなね。で、ここで、例えばその自分の意見をここで発信するとやっぱ変わってくるんですね。ニュースじゃなくなるんで、本当に。ニュースじゃなくて、その人が出てくるので、ここでその人が例えば、なんだこの Yahoo の記事でも、ここの記事で、この記事の人が、私はでもこう思いますみたいなことに最後一言書いたら、この一気にここの、なんかコメント欄が炎上するようなことになるような気がするんですけど、この記事の人はあの意見を書くなみたいなね、お前の意見なんか聞いてないみたいなコメントばっかり来るんですけど、あくまでこれはニュースに対して書いてるんで、みんなニュースに対してコメントしてるっていうところがあったりすると、こういうね、なんか面白い現象が起きたりもするので、こういうところを知ってると少し面白いなぁと思ったりもするんですけどね。本当にここはちょっと小ネタみたいなとこなんですけど。いや、最後ね、このゴールにたどり着くことではなく、道の道程こそ意識することっていうところ、まあ、最後これで締めくくりになると思うんですけど、まあ YouTube で言うとですね、まあやってるうちにこういろいろ新しい発見とか喜びがあったりするんですね。これ本当に自分がやってて気づいたことが多いっぱいあって、さっきの本当に Yahoo ニュースの例なんですけど、本当に、あ、なるほどなと。だから Yahoo ニュースってただ Yahoo ニュースを動画にして、まあ読み上げるだけでも、これ動画になるんだっていうところがまずあって、で、コメントがついたら、ああ、なるほど。自分じゃないんだと。自分じゃないんだと。自分には来ないんだみたいな。まあ時々来ますけどね。時々来ますけど、それもね、なんか本当に通りがかりの人みたいなもんで、みんな通りがかりの人ですけど、あんまり来ないんでね。なんかこうやってやっていくと、YouTube の発信も意外とこうやってみるもんだなとか思ったりもして。なんでこうね、いろいろこうやっていくことによっていろんな面白いことがあったり発見がある。やっぱこれがあるからこそ飽きないなっていうところは自分があって。まあね、YouTube だからやってると、もうこれ最後の話なんですけど、まあ、YouTube やってると、まあ、こんなことがあるんだっていう的なのをね、遭遇してね、ね、聞いて聞いてみたいなね。まあ、こんなことあるんだよ、みたいなね、いうところが、まあ、少しでもね、こう、誰かと共有できると、なあ、それ、自分もあるよ、みたいなね、っていうのは、なかなかその、
会社ではそういう話はできないと思うんで、まあ、YouTube やってる人がそんなに多くないんで、だからこそやっぱり YouTube をこうやってる人たち同士のこう会話っていうのはすごく盛り上がるんですよね。ああ、それは俺もあったわ、みたいなね。いうのがあるから、やっぱりやってみると非常に面白いんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。はい。ということで、結局この洗脳対立葛藤、それ燃やし男です。全く出てこなかったんですけど、まあ、なんかそういう気分だったんで、ちょっと、このタイトルにさせていただきました。はい。ということで、こう、影響を受けるですね。影響を受けるというところをちょっと自分がね、すごく自分の体験談がね、色濃く残ってたテーマがあったんで、ちょっと自分の話をさせていただいたんですけどね。まあそういうところで今回、第46話、まあ丸1考える、丸2感じる、丸3影響を受けるというね、3部作でちょっとやってみたんですけどね。まあ非常に最後はちょっと自分よがり、の話ばっかりしてしまった部分があるんですけど、こういうところもできるのもちょっと、情報発信の魅力かなと。基本的にはやっぱ視聴者ファーストなんですけどね。どうしてもやっぱり、情報発信ではやっぱ自分の話も少しできるのは魅力的なんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。はい、ということで第46話、丸3ですね。これで終わろうと思います。ここまでの放送は覆面 YouTuber たかがお送りしました。久保さん、ありがとうございました。そして、次ですね、次第47話もよろしくお願いいたします。ここまでありがとうございました。